久しぶりだな。助かったぞ。おめえらも来てたんか。え、無事でよかったです。そんなことよりもセル、貴様何が狙いだ。そいつを地獄から出したのは俺だ。え、仮面の男、ブラックの計画を阻止するために力を貸してもらったのさ。何者だおめえ。俺は元魔人シュルム。ブラックの狙いは全人間ゼロ計画、知っているだろう。邪魔すな。奴はフューを利用してこの世界と元の宇宙の全ての人間を滅ぼそうとしている。一刻も早くブラックを止めねえと。だからといってそこにいるクソったれの力を借りて戦うくらいなら何もせず死んだ方がマシだ。安心しろ、これ以上手を貸すつもりなど俺にもない。だがせっかく地獄から出てきたんだ、このままただでは終わらんぞ。君の心を読んだ。お互い心の内は秘めておこう。今のところはな。よし、一丁やろうぜ悟空。世界を救うにはそれしかないんだろ。そうですよ、父さんの身勝手の極意なら。いや、あれは使いこなせちゃいねえんだ。ベジータもまだ新しい力馴染んでねえみてえだしな。だったらお前らには使いこなせるようになってもらう。この光の中はお前たちの世界でいう精神と時の部屋に近いものになっている。あんたたちがこれまで出会ってきた奴らの幻影が紛れてるよ。修行できるっちゅうわけか。そんな時間あるのか。安心しろ、我々の協力者が仮面の男の食い止めに向かっている。時間稼ぎくらいなら俺たちもいるしな。え、今のうちにとっとと頼むよ。これずっと維持すんの結構しんどいから。わかった、すまねえなみんな。なすったようだな。もうすぐだ、もうすぐこのコピーした宇宙に人間、いや人間もどきが生まれる。ここで消えた命は元の宇宙からも消えていくのだ。全王の介入できぬこの場所にいながら私は全ての人間を殺し尽くせる。なるほどな。人間もどきとやらを生み出すためにあいつらを戦わせてエネルギーを集めていたか。その通りさ。無駄なことを見ろ。この夜空に広がる輝き全てが下船な命のエネルギーだ。全てが俺の手によって消え去る。そして全人間ゼロ計画がついに達成されるのだ。それはどうかな。そうか、貴様何者だ。名前など捨てて、よう少しばかり付き合ってもらおうか。巨大なパワーが始まったようだな。グズグズしてはいられん、さっさと火星に行くぞ。残念ながらそれはできんな。お前はドクター W。 貴様らにはここで消えてもらう。見せてやる、これがドクター W、 いやドクター・ウィローの真の姿だ。ドクター・ウィローだって。来ます。
これで終わりだ。化け物め。だが無駄なあがきだ。やってみりゃ分かるさ。